こんにちは、福山一恵です。今回は挨拶の大切さを教えてもらった50代主婦のタイトルのブログ記事のお話をしますね。私のおしゃべり聞いてくださいね。私がカウンセリングを受けて間もない頃に教えてもらった原点のお話をします。私の家族4人家族ですが、旦那さんと私と娘2人です。基本中の基本、挨拶ができてなかったんです。本当なんです。朝おはよう、家出るとき行ってきます、行ってらっしゃい、家に帰ってきたときただいま、おかえり、寝るときおやすみ、食事のときいただきます、ごちそうさまですよね。子供が赤ちゃんから言葉を覚える頃は言ってあげてたと思いますが、大きくなるにつれて言っていません。外に出て他人の人には言えるのですが、おかしいですよね。それはなぜかというと、やっぱり私の実家の親、父方も母方も、それに旦那さんの親の父方も母方も、親戚の人もほとんど言ってるのを聞いたことがないのです。しかし、うちの亡くなった弟は、行ってきます、ただいま、行ってあげてないのに言っていたと母は今でもよく言います。私も言っていたのを覚えています。家族にメッセージくれていたのかもわかりませんね。夫婦とは同じ波動の者同士が結ばれると、そして自分とは反対のことをするということ、修行の相手だとカウンセラーの先生に教えてもらいました。今回はここまでにします。聞いてくれてありがとうございます。またこのブログ記事のリンクも貼っていますので、よかったらそちらの方も見てくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。三角マークを押していただくと、私の青いリンクがありますので、そちらの方を押してくださいね。それでは最後に、チャンネル登録もよろしくお願いします。この続きは次回もお楽しみに。福山一恵でした。